当力軍は中華人民共和国の政治家、左派の理論家として1980年代に活躍した。1936年、北京大学に入学し、学生運動のリーダーから中国共産党、中国共産主義青年団に入る。中華人民共和国建国後は、新京文局の常務委員、秘書長、宣伝部長を務める傍ら、雑誌、 後期の不可編集長を兼任した。文化大革命では、陳白達に現行犯革命と批判されて、幹部学校で審査を受けていたが、1974年に復活し、翌年7月に国務院に新設された政治研究室の責任者となる。1978年9月から、中国社会科学院副委員長、党中央弁校長副主任、 中央初期どころ初期研究室主任。1982年4月から中央宣伝部長。1978年には中国国家経済委員会の顧問として日本を訪問している。同年9月の第12回党大会で中央委員に選出され、一中全会で中央初期どころ初期。1983年に始まった反神汚染キャンペーンでは、 人道主義を支持した、小井沙織人民日報社長を、保守派一丸となって、解任に追い込む。1987年1月10日の民主生活会では、1970年代から続いたブルジョア自由化の蔓延は、雇用法の放任が原因とする演説を行い、悔い改めるよう求めた。また、雇用法に近い中央宣伝部長の主厚志沢を、解任し、 保守派の大忍これにすぎ替えた。雇用法の総書記職は、張志陽総理が代理を務めることになったが、1987年10月の第13回党大会を前に総書記の座を巡り保守派と改革派の暗党が続いた。張志陽は中国の特色を持つ社会主義の道に沿って前進するとの報告を行うなど改革が貴重になり、雇用法が解任されても、 当昌平は依然として改革志向であることが判明する。保守派トップの陳軍は当力軍の総書記就任に期待していたが、危機感を抱いた李英中央組織部副部長とあわびは当昌平に当力軍が改革開放に一貫して反対してきた極左主義であり、延安時代に李英の妻と密通した過去を暴露した。超子を経由で指針を受け取った当昌平は、 当力軍をすべての職務から解任し、政治局委員から政治局候補委員に格下げし、理営には復讐しないよう求めた。なお、第13期一中前回で当力軍は中央委員選挙に落選したため、政治局候補委員にすらなれず、中央顧問委員会常務委員選挙でも落選したため平野顧問委員にしかなれなかった。上司を失脚後、 留院が下がったと辞書に記している。2015年2月10日、北京で死去。99歳没。ありがとうございます。